パブリック、モロゾフパブリック・モロゾフは、ソ連のプロパガンダで英雄とされた少年。ソ連で農業集団化が進められていた1931年秋、父親を悪質な不能として、当時14歳で告発しその死後、肉親の情より社会正義を選んだ、模範少年とされた。西シベリア地方のウラル山脈の東、森の中にある、チュメニ県トボリスク群。 ゲラシモフカ村で生まれ育つ。村は貧しかったが、結束が強く独立新王盛で集団化に応じていなかった。父親のトロフィームは、元赤軍兵士で村のソビエート議長の職にあり、隣村から農夫のタチアナを嫁に迎えたが、10年目で若い愛人を作り、家庭を捨て同棲し始める。村人は本妻に同情せず、愛人に好意的だった。タチアナは精神を病み、 長男のパブリックが面倒を見ていた。そのためか学校ではアジテーターとなり、1931年秋、父親が流刑者に逃走用の偽造証明書を売っていたことを当局に密告した。村の学校で裁判は行われ、パブリックは法廷で証言した。トロフィムは流刑を宣告され、八海バルト海運河の労働収容所に送られ、三年間の労働の後、 積極的な労働に対する勲章を授与され帰宅し、その後チュメニに移住した。裁判後、自信を深めたパブリックは9歳の弟、ヒョードルを手下にして、他の村人の密告を始めた。父親の親族は止めさせようとした。1932年9月2日、パブリックとヒョードルはモリエベリーを採集するために派遣され、6日、彼らの視察隊が発見された。 現在では、兄弟と対立していた村の少年たち、あるいは、秘密警察などによる犯行という説もあるが、当時は、最初から、当局やマスコミは、密告を恨んだ親族による、報復殺人と解釈し、いとこ、祖父、おじたちが逮捕され処刑された。母親のタチアナは、レーニンの未亡人ナデジダクルプスカヤの計らいで、クリミアに保養地を与えられ、 そこで1983年まで生きた。1933年から模範的な少年と、美化されて英雄に祭り上げられ、彼を来賛する小説、映画、地、戯曲、歌、電気、オペラなどが作られた。教科書に取り上げられ各地で銅像が作られ、同世代の子供たちに影響を与えた。セルゲーュテインの未公開に終わった映画、米人草原はこの事件を題材にしている。 階級闘争がテーマだったが、不死対立が強調されていたために批判され再度、取り直したが、試写会でも否定され制作中止となった。フィルムは、お蔵入りとなり、戦争で大部分が消失した。税、23.09、2003、001、税税ありがとうございます。